サハリン州のリマレンコ知事によりますと、極東を担当するトルトネフ副首相は4日、北方領土エトロフ島を訪れたということです。副首相は建設中のホテルや水産加工場などを視察して、州政府が提出した来年から2030年までの社会経済開発プログラムを承認したとしています。リマレンコ知事は、2年以内に色丹島に滑走路を作ることになったとも明らかにしました。政権幹部の北方領土訪問が明らかになるのは、ロシアによるウクライナ侵攻開始後初めてで、ロシアへの制裁を続ける日本を牽制する狙いもあるものとみられます。